雪降った。ああやられた。どのぐらい降ったって10センチぐらい降りました。15センチ ?12 センチぐらいか。雪かきしてるんですけど、今ちょっと軽トラックのとこまで行けないので、ダメだな。あ、凍ってない。いける。あ、寒い。お、サラサラの雪だ。除雪されてます。ありがたいです。今日は刈原駅 1,2,3,4,5,6 あっちの間から7本出しちゃいましょう。もうこれはオークションで国内リユースは無理です。よし、国内リユースは無理。今から積み込んじゃいます。よし、ないリユースは無理や。 1,2,3,4,5,6,7 台。今いくらぐらいしてんだろう。出しちゃいましょう、もう邪魔になってるから。はい、積み込み完了。この1台は燃料タンクないで、この1台はちょっと引っこ抜けてんな。朝飯はすき家で食いましょう。すき家で。おいしそうだ。これ燃料タンクなしダメで、これリコイルスターターなしダメで、これ引っこ抜けダメで、これキャブなし買ってきた、逆に。で、これリコイルスターターなし逆に買ってきた。寒いから中に入りますか。刈原駅、はぁ、失礼て、びちゃびちゃじゃのこれ。刈原駅1本3000でした。で、4本通って12,000円。いい小遣いになりましたね。原型とどめてれば1本3000で売れるんですけど、やったけー。部品抜けはなんか知らんけど全然ダメですね。あれはみんなもう輸出ですね、海外に。で、輸出された後現地で整備とか修理とかされて再使用されてるんです。だからリユースになりますね、リユース。鉄くずとしてリサイクルするよりも中古品としてリユースした方が金になります。はい、以上。